ら小生が個人的に親しく付き合っていた日本マクドナルドの創業者で初代社長である藤田電子から沖縄返還20周年の日に筆者は彼の新宿の住友ビル50階の事務所で沖縄返還の真相だということで聞いた話を披露します。沖縄返還は俺とキッシンジャーでやったんだと藤田電社長から聞きました。沖縄返還の真相は大阪北野高校の同窓会長で朝日新聞の社主の上野純一氏の紹介で知り合った同窓の藤田電日本マクドナルド社長、ユダヤ商法の有名な著者ですねから直接筆者が聞いた話です。それによると米国ユダヤ人組織の大物キッシンジャー、ニクソン大統領の補佐官ですね、このキッシンジャーと組んで同郷同窓で東大法学部の友人の佐藤栄作総理にノーベル賞を受賞させるために藤田社長とニクソン大統領補佐官のキッシンジャー氏2人が組んで実現したことだとのことでした。俺が死ぬまでこの話は公表しないでくれと言われて藤田社長と銀座まで新宿からタクシーで送られた中で渡されたのが私が所有しているニクソン大統領と佐藤栄作総理が飛び交わした密約のコピーでした。この密約のコピーを見て当時はしばらく気づかなかったのですが、後日密約のコピーを実際に書いたという佐藤栄作総理の秘書、実際に沖縄返還に米国に掛け合ってきた若泉圭総理特使から直接書いた本、文藝春秋版の多作なかれしを望まんと欲すという本の中から真実を知った私は、実際に沖縄返還で戻されたのは領有権ではなく行政権、施政権だけだったことを知りました。沖縄返還でキッシンジャーが最後に四股天の添削をして完成した若泉圭が作った密約は、密約によると日本には沖縄のまた奄美の領土領有権は一切戻ってなく、いまだにアメリカ領であり、ポツダム会談で決められた通りであることがはっきりしているのです。
その夫を知った筆者は1975年に沖縄奄美復帰琉球復興独立支援会を立ち上げました。そして大阪で日米会談が開催され、後は副大統領が来日した時も筆者は一人大阪に飛び、会場の大阪城内会議場で各マスコミのブースを回り、このチラシを巻いて歩きましたが、効果はまた反応は全くありませんでした。しかし筆者はその後も一貫して現在に至るまでこの問題に取り組んでおります。この密約は佐藤栄作総理がニクソンと取り交わした約束により約40年間も佐藤総理の自宅の机の引き出しの中で眠っていました。2009年、筆者が外国特派員協会で当時の外務大臣だった岡田克也氏にこの話をしてご存知ですかと聞いたら知らないということ。しかし岡田外務大臣は早速調べていただいたようで、翌年の2010年1月、3ヶ月後2ヶ月後、佐藤真嗣氏、佐藤栄作総理の次男坊で元国会議員だそうですが、その彼が親父の机の引き出しから見つけたということで密約を世に公表しました。一般紙で 2,3 の新聞がそれを取り上げましたが、またそれを岡田総理にも届けたに違いありませんが、密約は外務省に戻されたにもかかわらず公表されず、現在に至るもその密約が公表されないために沖縄は領土まで日本に返還されたという間違いが行われています。沖縄奄美大島は日本が無条件降伏した1945年昭和20年以降、はっきりと国際法廷で米国領に割譲されたものなんです。今沖縄の領土内で一部の日本人が領土は日本のものだということで米軍の基地移転に反対していますが、こんなのはもってのほか日本の領土でないんです。いずれ筆者がこの事実をトランプ大統領、オバマ大統領について直訴しておりますので、明るみに出る日が必ず来るはず。その時にトランプ大統領からその時点の日本の総理大臣に事実が話され、日本は沖縄と奄美を米国に賃貸料を払って返上する、返す時が来ると思います。その日が近いことを筆者は願いながらこの活動をやっております。